バイオリニストの白部雅子です。今日はお待たせしました、演奏動画をお届けしたいと思います。はい、毎回に一番最初にバイオリニストの白部雅子ですって言っているのにもかかわらず、この4本目まで一切バイオリンを弾かないという面白いチャンネルになっているんですけれども、今日はついにお届けしたいと思います。で、演奏動画の前に、撮影の経緯だったり曲の紹介のことなどたっぷりお話ししたいなと思っておりますので、まずはそちらをお話ししていきたいと思います。で、今日ちょっと天気がねすごく悪くて、すごい暗い感じになっちゃってるんですけれども、まあ、あんまりお気になさらずに、聞いていただけたらなと思います。それでは行ってみましょう。はい、まず今回の演奏動画なんですけれども、実は YouTube のために撮影したわけではありません。じゃあ何のために撮影したかというと、一番最初の、ね、動画でちらっとお話ししたんですけれども、私は3年前から調べの時間という、高齢者施設での訪問コンサート企画の、企画プロデュース演奏をしております。で、本当に3年前から、月に1回だったり2ヶ月に1回高齢者施設に、行って、そこで、いろんな方たちとね、共演してコンサートを3年間第21回まで行ってきました。なんですけれども、このね新型コロナウイルスの影響で高齢者施設への、外部からの立ち入りが禁止になってしまいまして、もちろんそのままと訪問コンサートもできないので、調べの時間自体も中止になってしまいました。そんな中でですね、外にもねあまり出られない、入居者の方々に少しでも楽しい時間、そしてね音楽を届けたいっていう思いで何かできないかなっていうのを考えて、思いついたのが、調べの時間ビデオコンサートというのを、考えました。それは、私がですね、まあ、演奏コンサート分のだいたい40分とか50分分の演奏を、動画で撮影して、まあ、編集してコンサートのような形にして、それを上映していただくという形で、まあ、ビデオコンサートを楽しんでいただくという、ことを企画しました。で、この動画もですね、今から皆さんにお見せする演奏動画もその調べの時間ビデオコンサートの第2弾の1曲となっております。そしてですね、この演奏動画実はコンサートホールで今回撮影をしておりまして、せっかくなのでその撮影の後に17ライブさんの方でも私がね今年の3月から始めた17ライブというオンライン配信アプリなんですけれども、コンサートを配信しようということで、配信しました。で、17のねファンの方でその時見てくださった方々はご存知だと思うんですけれども、電波が悪くてですね、あんまりスムーズに配信ができなかったんですよね。っていうのも、まあ今からね考えればコンサートホールっていうのは大体結構携帯電話とかがねコンサート中に鳴らないように電波をね遮断するような設計になってたりするんですよね。で、そこの、ね、今回のホールもそういうところだったので電波が遮断されてしまっていて、しかも Wi-Fi がちょっとないねコンサートホールだったので、まあ、ちょっとカクカクなね配信になってしまいました。その時に見てくださった方本当に申し訳ありません。で、そこでもねその今回の演奏動画の曲をね、演奏したんですけども、まあ、そんなわけでカクカクだったのでぜひとも YouTube にアップしてほしいというお声もね、いただきまして、それもあり今回、アップさせていただきたいと思います。そしてサムネイルからも分かるように今回の演奏動画チェリスト大宮義人さんとのデュオ演奏となっております。
というわけでですね、大宮さんのプロフィールを軽く私からもご紹介させていただきたいと思います。プロフィールはこちらです。私と同じくですね、東邦学園大学ご出身ということで、大学の先輩となっております。もう大先輩ですね。東京交響楽団を経て、現在高嶋ちさ子 with スーパーチェリストのメンバー、そしてフリーランスとしてスタジオレコーディング生ちょっとレコーディングライブサポート、日本の主要オーケストラへの客演やパウロニアチェロカルテットなど、本当に幅広く活動なさっている素晴らしいチェリストの方です。一緒にね、演奏させていただくのも本当に恐縮だったんですけれども、あの気さくな先輩で心よく引き受けてくださり、今回、こういう動画もね、アップできることも快諾してくださり、実現しました。本当に大宮さんありがとうございます。大宮さんのね、ツイッターなど概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、そして今回の演奏動画の曲紹介をしていきたいと思います。今回の曲は Fly Me to the Moon というジャズの曲をお届けしたいと思います。この曲はもともと1954年にバート・ハワードによって作詞作曲されました。なんですけれども、その時は曲名が違くて In Other Words 言い換えるとという曲名だったそうです。で、今のね、Fly Me to the Moon とも曲調が全然違ったそうです。で、今ね、現在多く耳にする Fly Me to the Moon になったのは1962年のことで、作編曲家のジョー・ハーネルがボサノバ風にアレンジしたことで完成しました。その後1964年にフランク・シナトラがカバーして爆発的にヒットしました。シナトラがこの曲を発表した1960年代、アメリカはアポロ計画の真っ只中にあり、曲名のね、Fly Me to the Moon、 つまり、私を月に連れてってっていうのはもう非常に近くまで迫っている近未来の出来事でした。そのため、この Fly Me to the Moon は一種の時代のテーマソングのようになり、ヒットにつながったと言われています。はい、で、歌詞なんですけどもね、まあ、いろんな和訳があるんですが、私がすごく好きな和訳があって、今回はせっかくなので、演奏動画と一緒に、その歌詞も載っけていきたいと思います。そして最後にですね、今回なんとその Fly Me to the Moon をバイオリンとチェロのデュオ用に編曲してくださったのは大宮義人さんでございます。本当にね、素敵なアレンジになっていて、途中であのピアソラのオブレビオンという曲が入っていたり、あのバイオリンの、ね、メロディーがすごく引き立つようなあのアレンジをしてくださって、私も本当に大好きな、曲にね、仕上がっているので、ぜひぜひ皆さんお楽しみいただけたらと思います。それではお待たせしました、どうぞ。Thank you.
でしたでしょうか。もうすごく、ね、リラックスできるような、あの安心するような素敵なアレンジになっていると思うので、今回の、ね、1回だけじゃなくて、皆さん寝る前にだったりとかお風呂で聞きながらとか、ぜひぜひね、たくさん聞いていただきたいなと思います。この動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタンぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。